可愛さ 100% だね。ふん、私が手にすべきもの、今日そのすべてを取り戻すわ。大口を叩くな。どうなっても知らないぞ。まずはハイペリオンで一番の人気アイドル、天明工業のアイ・ハイペリオンじゃ。みんな大好き、アイちゃんだよ。今日もアイちゃんの応援はよろしくね。ねえ、アイちゃんの後ろにある水晶の中に何かいるよね。人みたい。見覚えがあります。どこかで会ったことがある気がします。もうおしゃべりはやめなさい。アイちゃんの応援をするわよ。次に登場するのは人類史上最も偉大な発明家、かっこ自称世界を導く天才エンジニア、ネゲンプロのテスラ博士じゃ。よく見なさい。これが科学の力。私を応援することは科学を応援するのと同じこと。さすがテスラ博士、やる気満々だな。確かに盛り上がってるけど、正直に言うとこの登場は賛同できないな。あ、ちなみに契約によると何なんだ。今回の会場の修繕費は全部ネゲンプロ持ちじゃ。なぜして。ここは天明のセーフレイヤ学園でしょうが。最後に登場するのは世界の暗きところで活躍する伝説の傭兵、ヨルムン技術の渡りガラスじゃ。よろしく頼む、渡りガラスだ。わあ、すごい、みんな先生に釘付けだ。どうやら渡りガラスを参加させたのは正解なようだ。そうだ、セリフを忘れるな。より多くの人の可能性を見出し夢を実現させるためにヨルムンガンドは新人を募集中。たくさんの応募を待ってる。仕事探しはヨルムンガンド。スタンバイ、宣伝は禁止だ。宣伝費を払えよな。スタッフ、今のカットしとけ。あの人一体何しに来たの。
Thank you.
Thank you.